はい、ではね、皆さん、こんにちは。はい、今日も始まりました、ハードオフ横浜長者町店、今日のね、スーパーバザール、スーパーバザールですね、はい、スーパーバザール11号店ということでね、はい、今日も開催になりました、おめでとうございます。はい、つまりね、1番バッターでちょっとね、やらせていただきますということで、ね、普段僕ね、ベースやっておりましてですね、ベースでデスメタルやってるんですけどね、今日はね、せっかくね、ハードオフということで、皆さんシンセサイザーということで、僕もね、頑張ってちょっとね、チャレンジしてみようと思ってね、いろいろせっかくの機会なんでいろいろやってみたいと思いますと、はい、ね、皆さんに比べたらもう全然ね、屁みたいなもんなんで、全くね、全然、はい、でそれで今日はね、どんなことをやるかっていうとですね、最近ですね、 iPad mini を買いましてですね、なんか最近ね、ここに出てくる人たち皆さんね、シンセサイザーはiPad でやるもんだっていうようなことをね、みんな、実機を持ってこないで iPad を持ってくるっていうね、不思議な、そういう、もうそういう世界なんだなと思ってですね、ね、僕もね、買ったんでね、iPad でシンセサイザーができるソフトをね、アプリをね、入れてみましたということで、はい、iPad はハードオフで買ったの？ハードオフもあるけどね。これは違います。あ、違う、なぜ、はい、これは確か、カメラですから、ね、はい、すいません、ちょっと浮気しましたけど、はい、それでですね、とりあえず入れたアプリはですね、はい、ガジェット2っていうのをね、入れてみましたってことで、いや、音いいんだよね。でそれでですね、なんかね、いろいろやってたらね、その場で録音しながら再生できることが分かりましてですね、でここにあるMIDI鍵盤ですね、MIDI鍵盤はね、これ自体には MIDI 機能ないので、オレンジ社長に前回教えてもらってですね、ここに刺さってるですね、Bluetooth のね、なんかこういうね、なんか送信機みたいなの、でこれを使えばね、Bluetooth 機能がないやつを Bluetooth になっちゃうよって教えていただきましてですね、それでですね、ガジェットと、このMIDI鍵盤を、ね、Bluetooth 接続でつなぎましてね、今日はやってみたいと思います。これ出てないよ。これ出てない。大丈夫です。あ、でも音出てる、はい、本当だ。あれなんて、あ、片言だけど、これ3個の方だっけ、こっちなんか N がない、それね、うん、なんか出ちゃったんだよ、はい、ダメだったらこうやって使えばいつもできるから大丈夫だけど、はい、で、もともちゃんと2番ピンがグラウンドにつながってるんじゃないですか。うん、そうだね、ダメなやつ結構多いよ、ダメだ、まあ、そんな感じで今日はちょっとやってみたいと思いますということでね、でそれで、はい、ってことは多分ハードオフで2番目だと思う。あ、ダメだ、一番目は社長だよ。あ、シロ、パイオニアじゃないですか、割れてない、俺だってやってない。そうなんですか、まあ、でそれでですね、ドラムパートだけをちょっと決めてですね、あとはですね、適当にでもないですよ、つれづれなるままに弾いてね、で弾いて録音して再生して、録音した音をですね、アナログのね、つまみみたいな感じでいじって遊んでいこうかなと思います。はい、1つのパターンでやるから、はい、一種のルーパーみたいな感じ。そう、ルーパーでずっと流して、ルーパーあったんだ、はい、それでなんかそんなことが、ね、できるって分かったんで、ちょっとね、なかなか、ね、皆さんみたいなピコリものにならないと思いますけど、ちょっと頑張ってやってみたいと思いますんで、お願いします。ではまずね、一つ目のパターンからいってみましょうということで、はい、あ、やべ、終わっちゃった。繰り返しボタンを押すの忘れた、はい、
感じでね、ちょっとなんかこうやってるんで、ちょっとね、皆さん分かんないかもしれないですけど、ちょっとよく分かんないですけど、いじってみましたということで、はい、よく分かんないけど、すごいことになってる。なんかね、いじってたらいろんなことになるんですよね。あちゃんと聞こえてた、聞こえてた。あ、聞こえてました、大丈夫。映像もそこから出てるでしょ。映像は、映像こっちか、こっちか、だから映像で、なんかあっちから出したいみたいなことになる。どうすればいいですか。やろうと思ったらできる。なんだっけ、ここのネットワークにつないでミラーリングとかやる。うん、やればできる。教えてもらっていいですか。ミラーリングっていうのを知ってみて、これ TV でやる。これを押すと、あ、これエアプレイコードってなる。9093 90、これ入れればいい。積極的に教えていく。君が覚えたか。あ、でも男力しか出ないよ、それ。男力しか出ないから。あ、映像だけ映像だけでいいの、はい、音出そうと思ったら繋がなきゃいけない。あ、音は、PA から出してる。画面が見える、うんうん、あ、だから音がこっちから出るから、これをこう、こっちから繋がないことで。じゃあ、やらなくていいかな。やめろ、繋げばいい。大丈夫、あ、これで画面が映ったんだ。へぇ、いや、これで、あ、こうなるわけだ。なるほど。じゃあ、とりあえず曲に終わったんだ。東京と、シカゴ。はい、フェニックス。フェニックスってなんだっけな。フェニックスは、オーストラリア。オーストラリア。オーストラリア。あとベルリンです。あ、ちょっと行って、はいはいはい。多分、最後にアナログいじるやつは全部ベルリンになってます。ベルリンでやるんで、多分全部同じな感じに終わると思ったり。なったりとか。はい。こんな感じで、今日、これですね、はい、音もちょっと、あ、そっか、あ、聞いたらフェーダーとかがこういう風にやって、あ、こうやると、あ、そうか、動くつまみも分かる。あ、分かるんだ、分かるわ。そういうことですね。これが分かると、皆さん分かるかなと思います。確か分かりやすい。だと思って、ちょっと、うわ、なんだこれ。どうにかなんないけど。見てたから。残さないですね。これ？そう。だいぶあれだね、出てしが。出てちゃ若干ある。まあそうしょうがないよ。すごいね。できるかなこれ。伊藤じゃないよ。嬉しいね。ね。ああ、みたいな。今2分も生。くれるなこれ。いや、多分ね、レテシアでしょうがないでこう1本。レテシアゼロにならない。そっち側とこっち側ではそんなに違わないはず。あの、その画面を見てれば遅れはないはず。こっちとそれがずれ遅れるだけだから、その後ろの画面見るから遅れちゃってるのかな。
とね、すいませんということで、はい、それも、ね、申請されたのに今日ということで、はい、ちょっとね、行ってみたいと思います。はい、2曲目はですね、うん、ここはね、はい、ハードオフ横浜長者町店ですよということで、この曲が流れ、この曲もね、流れないとね、長者町店は成り立ちませんということで、はい、では行ってみたいと思います。最後になってしまう。最後のトネタですね。はい、またね、同じ感じでちょっと、今日はデスメタルで、ちょっとこりものがあっていうのと、じゃあ行ってみます。はい。大丈夫ですよ。ちょっと待って。いや、何でも。
方で違う方でまた落ち着いた抜きしてるしね、
これが僕のできる精一杯でしたということで、すいませんでした。はい、こんな感じでね、僕は終わらせていただきたいと思いますよということで、ね、イベントはまだ始まったばかり、皆さん盛り上がっていきましょうということで、では、ね、マー軍団暫定措置、鍵盤家でした。ありがとうございました。